こんにちは、JAXA の岡井です。今日は JAXA で行っている研究開発の例も交えながら、将来の水素燃料航空機の技術について説明します。それでは始めます。このところのコロナ禍で航空輸送量は激減していますが、世界が狭まっており、物とか人の輸送、世界の中でのやり取りが今後ますます強化されていきますので、航空機の輸送量は今後もまた伸びていくと考えられています。そういった視点で、これからさらに厳しい目で、二酸化炭素の排出量の低減目標が課されてくる可能性がありますけれども、今の時点で航空機が温暖化防止のために掲げている目標を図で示しています。これはもともとIATAという航空機の業界団体が低減目標を定め、そして国連の機関である ICAO という民間航空機関が2005年比で国際運航の CO2 排出量を半減しようという、まあ、2050年までに半減しようと目指して共有意識として描いているものです。で、これを元に我々が分析を加えた図がご覧いただいている図になります。この図を見ると何も手を打たないでいたままでは赤字で示されるように CO2 の排出量はどんどん増えていってしまいます。で、これに対してこれまでにある技術をそのまま高度化したり、運行方法やインフラなどを改善した程度では増大傾向を止めることができないということをこの図は示しています。今まで以上の取り組みを頑張ってきたところで、目標に比べると大きなギャップがあります。で、この大きなギャップを埋める手段として、電動化などの航空機エンジンの形を変えてしまうこと、それに加えて、バイオ燃料ですとか水素燃料、低炭素燃料の導入というものが手段として考えられています。目指すべき具体的な方針ですとか目標技術などは、こういった目標に従って2010年代前半に欧米を中心に詳しく検討が進められてきました。さて、水素というと理科の実験でも使うものですし、すでに自動車でも水素自動車などが実験でも作られておりますし、実際に燃料電池自動車が実用化もされています。そういった観点では、航空機として使うことの実現性はどうなのでしょうか。実は航空機の中の部分的な入れ替えですとか、小型機に対してはすでに飛行実証例があります。こちらにあるように、古くは1957年に一部のエンジンを飛行中に運転した例があります。この時の経験は、水素燃料ロケットエンジンの開発にも活かされています。その後、1988年には現在のロシア、当時のソ連で水素燃料ジェットエンジンとして搭載した試験が行われています。小型の機体では、水素燃料ですとか、水素を用いた燃料電池を動力源とした飛行が実現しています。そういった意味では、小型や部分的な搭載であれば、現時点でも実現可能で実証例もあるということになります。水素の一番の特徴は、燃やした時に二酸化炭素を発生しないことです。それに加えて、通常の燃料に比べて軽いこと、水素は燃やした時の燃焼特性が良くて、とても扱いやすい燃料です。そのため、そういった特性を工夫して、エンジンを従来より小さくすることができる可能性もあります。さらに、NOX、窒素酸化物の発生を抑制することができる可能性もあります。軽いなど良い特性がある一方で、極低温という極めて低い温度の液体状態で管理をしなければなりません。そのために、タンクが大きくなることに加えて、非常に扱いが難しいタンク。従来の航空機では燃料は翼の中に置いてありますが、燃料タンクの置き場所を別に考えなければなりません。極低温の液体は特別な管理運用する必要がある意味で技術的に非常に難しくなります。その他、こちらに見ていただけるような欠点など、利点と欠点が大きく拮抗しているということになります。これまでの特徴を踏まえると、従来の航空機と比べて水素燃料航空機がどのように変わっていくかということが見えてきます。この図に示すのはヨーロッパで検討された例になります。まず、燃料が軽くなるために燃費性能が改善されます。で、燃料タンクは
軽くはなるんですけれども、大型化しなきゃいけないので、機体は全体的に大きくずんぐりむっくりになってしまいます。機体そのものの重量は多く重くなってしまいますが、離陸時には積載する燃料の搭載質量が軽くなるために、全体としては従来の航空機よりも軽くなると見られています。ただし、先にも言いましたように、機体がとてもずんぐりむっくりな形になってしまう可能性があります。飛行機の飛ぶ特性は若干悪くなると見られています。水素燃料は貯蔵方法の観点などから、液体状態、極低温の液体状態で搭載することが想定されています。ご存知かもしれませんが、自動車で水素を燃料とする場合には、高圧ガスタンクで貯蔵しています。極低温で管理するのは、航空機の大きさが制約を受けているためです。極低温での液体の管理、貯蔵と供給は非常に難しいのですが、後ほどご紹介する我々の研究開発を通じて、燃焼方法に関する技術ですとか、燃料の供給運用に関する技術は蓄積されているところです。水素燃料航空機で全ての問題は解決するか、この視点で見てみましょう。水素はまず燃焼する際に CO2、二酸化炭素を排出しないので、間違いなく低炭素、あるいはゼロ二酸化炭素エミッションと言えます。温暖化を防止するために二酸化炭素 CO2 を排出する量を低減するという観点では非常に有効です。一方、エネルギー利用という観点ではどうでしょうか。水素は製造に関してもおそらくジェット燃料よりもコストがかかると言われています。航空機が飛ぶときに消費するエネルギー量は水素にすることで従来より減るでしょうか。残念ながらほとんど改善したいというのが答えになります。航空機の投入のエネルギーに対して有効な仕事をしているかという視点での効率はここに示すような式で書かれます。元になるエネルギーは燃料の持っているエネルギーを燃焼によって熱エネルギーとして解放し、これを利用して飛行機が飛ぶ仕事に用いています。この図では分母も分子も単位時間あたりの仕事、つまり仕事率、ワットの単位で書かれていることに注意してください。分母は燃料の投入エネルギーです。燃焼で導入されるべきエネルギーは、実際には従来のジェット燃料と同じになります。ここで書かれている LHV は低位発熱量といって、燃焼の際に利用する燃料の持つエネルギーのことで、1kg あたり何ジュールありますかという指針で示します。先ほど説明しましたように、ジェット燃料に対して3倍ほどのエネルギーを持っていることがわかります。このために、従来の燃料に比べて、質量が3分の1です。こういう単純な話になります。こういった意味で、軽量化ですとか、より高い意味での性能改善などがない場合は、エネルギー消費そのものは変わらないということになります。実際には水素の特性を生かして少しだけ性能改善します。このことを示すグラフがこの図に示してあります。発電所などと同じガスタービンというエンジンの中にあるパーツ、部分が熱効率という効率を代表的に示します。これが縦軸です。横軸は航空機特有の指針で、前に進む効率よくエネルギー変換がなされていますかという指針となる推進効率という量です。全体の効率はこの縦軸と横軸の掛け算になります。こういった値に基づいてエネルギーの消費の視点で性能の良さの指針である SEC という値を等高線で示しています。従来の航空機の場所と将来電動化など非常に高い視点で目指す場所には大きな隔たりがあることがわかりますが、燃料を単に水素にするだけでは性能は大きくは変わらないということがわかります。そういった観点では CO2 の低減、燃料消費の低減という意味では水素燃料航空機は非常に大きな可能性がありますが、根本的にエネルギー消費を低減するという意味ではさらに電動化などが必要になることがわかります。いくつか JAXA でなされてきた取り組みを通じて水素エンジンの特徴を見てみましょう。
JAXA では音の速さの5倍で飛行可能な飛行機用のエンジンとして水素燃料のエンジンを開発してきました。ここではエンジンを作動するために、高速で飛んでいる時に作動させるためには、取り込む空気の温度が非常に高くなります。エンジンの内部を健全に効率よく作動させるために、このエンジンは液体水素の低温特性を利用して、入ってくる空気の入り口のところで下げてやる。このことを予冷と言います。予冷をすることが特徴になっています。こうしたエンジンには、コアエンジンという旅客機用のエンジンと同じ仕組みのガスタービン。これはここではコアエンジンと書いてありますが、このエンジンが入っています。この極超音速用エンジンを開発して、まずは離陸条件、続いて音速の2倍の条件、音速の4倍の条件の環境を模擬した試験を行いまして、これまで健全に運転することができることが確かめられています。これまでになされた研究が極超音速という非常に速い速度で飛ぶエンジンなので、ヨーロッパの企業が言っているような将来の旅客機用エンジンには直接役に立たないと思われるかもしれませんが、そういうことはありません。ここでいうコアエンジンは旅客機用ジェットエンジンの核をなすエンジンの部分と同じ仕組みになっています。しかも、極超音速エンジンではコアエンジンに入っている空気はあらかじめ予冷されて冷やされているので、通常のジェットエンジンと大きく環境は変わりません。極超音速エンジンでもこのコアエンジンはあたかも普通の旅客機用エンジンと似たような運転条件のもとで作動していると言えます。そういう意味でこの開発エンジンの技術はそのまま水素エンジンのジェット旅客機に適用可能と言えます。コアエンジンの中で従来のエンジンと大きく変わるのは燃料を燃焼させる燃焼器という部分です。この図では採用された燃焼器の特徴を図で示しています。簡単に言うと水素ガスというのは燃焼のためにはとても扱いやすい燃料になります。したがって従来のエンジンに比べてコンパクトな燃焼器を比較的簡単に作ることができたというものが経験上言えます。この燃焼器は極超音速エンジンに搭載する前、最初は燃焼器単体で模擬環境試験を実施しています。従来の航空機の飛行条件よりやや厳しい条件で一通り満足することをこの試験で確認した上で、コアエンジン、エンジンシステムに搭載されています。以上のように JAXA では水素を利用したエンジンをこれまで極超音速エンジンに向けて開発してきました。この技術は今お話ししたように直接旅客機向けに利用することができます。実際の音速を下回る速度で飛行する飛行機は極超音速エンジンのような冷却の要求はありません。ここで考えられているのが将来のエンジンの電動化など超電導モーターなどを利用する際の超電導温度のための冷媒として利用することです。こういう観点で超電導モーター、発電機を用いたエンジンの研究も進められています。航空機燃料の現在、そして低炭素社会に向けた水素燃料の導入に関連して燃料の違いを紹介します。航空用に使われるジェット燃料というのは、おおむね正常は灯油に近くなります。ただし、航空機は使用環境など安全性を踏まえて厳しい制約があります。例えば、1万メートルぐらいの高い高度を飛行するので、外気温が低い環境でも大丈夫であったり、燃料の管理、供給のために密度などが規定されています。細かいことですが、エンジンではジェット燃料を霧吹き状に細かく吹くので、その特性を満足するようにも性質が決まっています。ただし、二酸化炭素の排出による温暖化問題、元は原油由来と燃料も定まっていて、原油の価格や供給性の影響を受けていたために、代替燃料が必要と長く言われていました。このうち、特に二酸化炭素の排出抑制効果がとても高い、運行中の二酸化炭素排出ゼロの水素が最も有望されています。水素とジェット燃料の比較をここで示します。水素の第一の利点は、まず CO2、
二酸化炭素の排出がないということです。これは温暖化ガス排出低減からすれば非常に大きなメリットとなります。もう一つの大きな長所になるのが、同じエネルギーを占める重量です。ジェット燃料に比べて約3分の1となります。逆に言うと、同じエネルギーを満たすためには燃料の搭載重量が3分の1でいいということになります。一方、同じエネルギーを占める体積という点が問題です。同じエネルギーを占める体積がジェット燃料に比べて水素の場合約4倍となります。このため、燃料が軽くても搭載するタンクが大きくなったり、置き場に困ったりします。そのため、単純に燃料積載量が3分の1まで削減することは困難です。その他、水素の利点は赤、欠点や課題を青でここでは書いています。二酸化炭素排出ゼロ、あるいは軽いといった利点に加えて、もう一つある利点が、水素ガスの燃料としての扱いやすさです。この性質のため、エンジンの小型化ですとか、窒素酸化物、NOX などの排気ガス低減にも貢献できます。一方の欠点は、かさばることに加えて、水素を極低温という非常に低い温度の液体で管理するため、管理、運用が大変であることです。自動車で水素燃料を使う場合、高圧ガスの形で貯蔵しますが、航空機の場合は、必要なボリューム、体積とかそういった制約のために、極低温になりますが、液体での運用が前提となります。加えて、水素には、ゼーセという金属などをもろくさせてしまう性質があります。このため、材料を選ぶことになります。以上から、ジェット燃料と水素燃料のメリット、デメリットを比較した表をこちらにご覧いただきます。一番大きな水素燃料のメリットは CO2 低減効果です。ジェット燃料と比較して水素燃料は炭素分を持たないために CO2 二酸化炭素を運行中一切排出しません。これは大きなメリットです。次に大きなメリットとして考えられるのは同じエネルギーを搭載する質量が相対的に水素燃料の場合軽いということです。そのために燃料の積載量は最大3分の1程度まで削減する可能性があります。一方、デメリットとしてあるタンクや機体形状の問題があります。これは燃料が同じエネルギーを有するために大きくかさばることが課題になっています。そのために今まで置くことができたタンクの場所には置くことができなかったり、機体そのものが少し形を変えてしまったりするということが制約となってしまうので、軽くなった分、そのまま3分の1まで積載燃料を減らすということが必ずしもできないということになります。最後に、現時点で使うことができるかどうかです。今使われている燃料はジェット燃料ですので、ジェット燃料を搭載した航空機はもちろん使うことができます。一方で、水素燃料の旅客機はいくつかの技術課題、これまでお話したようなものがありますので、現時点では利用できない。こういった技術課題を克服する必要があるということになります。こうした水素燃料の可能性を踏まえて、世界中で水素燃料航空機に関する研究開発が始まっています。昨年の9月、ヨーロッパの航空機製造企業が水素燃料航空機の開発計画を発表しました。これは水素燃料に関わる技術の難しさを考えると大きな決断だと思います。私自身を振り返ると、水素燃料航空機、エンジンの研究開発はかれこれ15年にわたって行っています。15年ほど前に図面を引いて製作したり試験したりもしていますけれども、こうした技術は実現可能だとは思いながら、実際にこのように開発が進んでいくというところを目の当たりにして、とても大きな感動を持っています。ただ、こうした技術は我々の世代だけではなくて、皆さんのような世代にまで続く技術になります。こうしたことに興味を持って取り組んでもらえたらと思います。これで水素燃料航空機に関する説明を終わります。